どうも皆さん、こんにちは。ワンダーバンドリリースしてツードローリュウです。さあ本日なんですが、9月の28日月曜日、デビルフランケンいたーということで、リミットレギュレーションの発表がありましてね、こちらをちょっと見ていきたいなと思います。リミットレギュレーションの発表かなりですね、今回多いので、カード編とスキル編に分けようかなと思ってて、で今回のこの動画ではカードのリミットを見ていこうかなと思うんですが、デュエルリンクス伝説の一日となりそうです。なんでかっていうと、初めてですね、禁止カードがデュエルリンクスに禁止カードが出ました。2枚。まずは隣の芝刈り。この1枚で勝利を確信できるほどに有利な状況を作り出せるため、禁止してますと。これは今回の KC カップの1位の方が使っていた芝刈り知らぬい、にも入っておりまして、軒並みね、今回のその規制のテーマ、リミットをかけるときのテーマなんですけども、コナミさんが多分おそらく作った、墓地肥やしを叩くっていう、墓地肥やしをひたすらに叩くっていうリミットになってまして、芝刈りはやっぱり30枚デッキのね、切り札になってたんですけども、まあ、これを規制することによって、だいぶやっぱり墓地肥やしのスピードが遅くなるんで、墓地を活用するようなデッキに対してかなり、メーターを張ってきております。でね、デビルフランケン遅いよね、これ遅いんですよ、これ今更すぎるんですよ。で、言ったじゃん、こんなのさ、もうさっさと禁止しろって。一旦目から一方的な展開に、まあ、これお邪魔キングとかのことなんですけども、一方的な展開に持ち込むことができるため禁止としますと。これはね、本当に遅いね。これも今更すぎて、何も言うことね、何も言えねえ。で、リミット1、見ていきましょう。リミット1なんですが、スターブラストきついスターブラスター、リュウさん、死亡のお知らせ。ライフポイントを払うことで、様々なスキルの使用が容易になりすぎたため、制限しますと。いうことで、悪いことしすぎたやべえことしすぎたスターブラスト、なんか、コナミを訴えますっていう動画とか作って、なんかふざけたんですけども、俺、正直な話していいですか？スターブラスト、めちゃくちゃありがたかったんですよ。いろんなデッキ、いろんなカードのコンボが成立するんですげえ嬉しくて、スターブラスター、竜と、ちまたては収まっていたんですけども、リミット1ということで、これ厳しいな。スキル編でもうやりますけど、これスキルも結構修正になってるんですよ、今回。これかなりきつい。返してくんない？スターブラスト返してほしい。んで、ハリムシの巣窟ですね、今度は。使用するデッキによっては、5枚ドローと同等以上の効果を発揮するため、制限しますと。まあ確かに5枚ドローって言ってもいいよね。墓地アドバンテージを稼ぐデッキ、まあ知らぬいとかですよね。基本的には知らぬいとか、あとそれからなんだろうな、ライドロードとか、そういう系のデッキに入れて、まあやっぱ5枚墓地殺せるの強いので、まあこれはしょうがなかったかなと思いますね。はい。で、リバイバルギフト。これはですね、これなんでなのかって言われると、まあ、墓標からの外役デッキっていうのがありましてですね、墓標外役っていう皆さん、デッキご存知ですか？なんかあの感じの、その要は、中な、リベンジャー？インフランティリベンジャーを蘇生しながら相手の場にトークンを送りつけるっていうクソ外役戦術を使ってる外役実況者がいまして、ああいうデッキやっぱ良くないじゃないですか、やっぱ。デュエルを停滞させる恐れがあるじゃないですか。なので、まあ、この辺は、いた仕方ないところかなと、思っております。まあ、ちょっとね、悪さをする人が多いってことですね、これね。そして、リミット2ですね。リミット2。リミット2に関しては、まず、封印の黄金室。リミット2、これ、今んところリミット3だったんですかね、確か。が、リミット2になって、で、今回、ちょっとこれが何が起きるかっていうと、サンダードラゴンが、あと、ちょっと復活するというか、その様相を呈してきておりましてですね。もともと、封印の黄金室ってやっぱり、その、知らないとかにも入ってたんで、まあ、知らないの、ものの上と一緒に併用することはできなくするんだけれども、逆に、今回この、リミット解除で後でやりますけど、サンタドラゴンがリミット解除されてたりするんですよ。なんで、こういう、解除があって、まあ、もしかしたらサンドラとかに、質積んで、うまいことをこう使っていったりはできるかもしれません。はい。なので、まあ、これは嬉しい人と悲しい人と、まあ、2パターンに分かれるんじゃないかなと思ってますと。で、光の援軍。光の援軍なんですが、これに関しては、ウィッチクラフトが悪さをしすぎましたので、
あのメスガキですね。メスガキがライトロードを積んでライローウィッチってやつですね。あれで援軍で墓地肥やしてまた肥やした魔法カードを開始するっていうね。まあもちろんあのマスターピースを落としたりとか、まあジェニーの効果使ったりとか、あまあいろいろあるんですけれども、まあそこの初動を潰してきていると。墓地を活用する多くのデッキを強化できるため環境の固定化の一因となっていると判断して制限を強化しますと。まあこれかわいそうなのはやっぱり純正のライトロードとか、純正のライトロードとか、まあ、サンダードラゴンとかにも結構入るので、まあ、割と確かに使うの強いけど、もちろん強いけど、ちょっとそのウィッチクラフトの性感はあるね、少しね。でこれ次、これカラクリコマチニニシ、カラクリデッキで採用できる汎用的なリミット2のカードの枚数を抑えるため、制限しますと。これね、まあ、今回の KC でもやっぱりかなり上位にカラクリデッキがいたじゃないですか。その局長が詰めなくなるんで、挨拶ができないカラクリになるんですけど、別にそこはそんなになんですよ。そのコスミックサイクロンとか清掃とかを積んで戦える構築にはできるはずなんで、まああれだったんですけども、あとイナシチがそもそも3枚積めるからね。なんですけどこれね、実はね結構辛いのはそのスキル修正の方で、これはまたちょっとスキル編でやりましょう。スキル編でやりましょう。でこれなんですよ、問題はね、これなんですよ。リューマ道の守護者リミット2のカードになってしまいました。汎用的なリミット2のカードとの、併用を抑えるため制限しますと。汎用的だっていうかさ、ネオスフュージョンしかねえだろリミット2は。ふざけんなよ、これ俺400周したんやぞ、このストラクチャー400周してるんやぞこっちは。なんで今までネオスフュージョン2枚とリューマ道3枚詰めたんで初動5枚だったんですよ。これリミット2にこいつ指定されると初動2枚になるんですよ。5枚から初動2枚になるんですよ。どういうこと、どうして俺なんかした。いやもちろんね、バレットネオスっていうね、ネオスデッキがやっぱどうしても強かったので、まあ規制せざるを得ないっていうのはもちろんわかるんですけども、わかるんだけれども、そのこれやりすぎでしょ。こうネオスの K っていう新しい単語が生まれるよこれ。その初動カード全部2にぶち込むっていうこれ辛すぎるだろ。ネオスフュージョンとリューマド 2枚どっちかしか入れられないんですよ。どういうこと、そんなことはあっていいのか、これは厳しい。ちょっと本当にストラクチャー400周した俺に謝ってほしい。これはまあ冗談ですけどね、はい。まあ、この分かりながらも引いてるんでこういうのは。そして、ブラックバードクローズ、手札からの奇襲が可能なカウンターなので対処することが非常に難しい、うん、言う通りだね。で制限しますと、ですね、ブラックバードクローズに関してはそんなになくてもいけます。多分ブラックフェザー言うてね、これ入ってるブラックフェザーもちろん言いますし、入ってないブラックフェザーもあるぐらいなんで、例えばこのブラックバードクローズ入ってた枠をデモンズチェーンにするとか、なんかそのクリボールにするとか、なんかいろいろあると思うんですけども、なんかそういうなんか対策を積んでおけばこれなくてもいけるんですよ。っていうか、なんならその高校の分回り BF1 キルみたいなのはなくならないんで、なくならないじゃないですか。何もかかってないんですよ、他何もかかってないんですよ、ブラックフェザー。だから、これ、取り使いはなんなら安心して寝ていい。これなんなら他のデッキがめちゃくちゃ弱くなるから、BF の中で相対的になんか強くなるみたいな話もありましてこんなカードでは止まんないよ多分ね。 BF おかしいんだよな。なんかさ、その運営に BF 大好きマンがいますよね、これね。どう考えても、いやちょっと僕 BF 使ってるんで BF は緩くいきましょうみたいなやつが一人いるんすよ。絶対に許さない、ドンサラさんと。そして、ウィッチクラフトサボタージュ。ウィッチクラフトサボタージュは、リミット2に指定されたので、今回、これで援軍との併用ができなくなりましたと。で、さらに機械天使の儀式とも併用ができなくなりました。さらにエネコンとの併用もできなくなりました。ということで、これはかなり弱体化と言っていいでしょうね。ウィッチクラフト多分でも、まあ、そもそものギミックはまあ強いので、まあ、構築を変えて、なんかこう、うまいこと生き残っていきそうな気はしますが、既存の構築は完全死亡したので、まあ、また天才がね、いろんな強い構築を生み出してくれると思うので、まあ、そちらをちょっと、待ちたいなというふうに思っております。そして、リミット3召喚師アレイスター、まさかの召喚師アレイスター。あ、ちなみにUR で初めてリミットに勝ったカードこれでいいんじゃないですかね。パック3で、パック3ストラク3で、多分黄金室がリミット3だったと思うんですけど、これリミット2なので、ってことは要は3枚集めて頑張った、頑張って3枚集めた人が2枚しか積めないっていうことじゃないですか。
だから今までは一応 UR とはいえ、まあリミット3以上はないよねみたいな感じの UR バリアって言われてるね、 UR バリアがあったんですけど、 UR バリアもないんですよ。これ黄金室が UR バリアを打ち破りまして、 AT フィールド旋回して全部ぶち破りまして、もうなんか今もうもはやこれでリミット2でもリミット1でも UR かけるぜみたいな、そういうね無言のプレッシャーみたいなやつを感じるんですよ。これ厳しいな。そしてまあ同じ感じで、まあそのアレイスターもここでリミット3と、まあ、ちょっと遅いけどね、これに関してはちょっと若干遅いけど、まあ、アレイスター高い勝率に加え長期間にわたってあらゆるデッキで採用されているため制限しますと。なんでこれ実装したし、なんでこれ実装した、もう飲み込まれんだってアレイスターは、全部のデッキにが飲み込まれんだよ、召喚獣デッキになっちゃうんだよ。だからねもうね実装しない方が良かったこいつはと俺は思っております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあリミット3なので、静電とリミットが被るんで、まあ、ES 召喚獣とかはちょっと若干戦いにくくはなりますよね。アレイスター3のみはできないんで、アレイスター2枚とかにして静電1枚にしたら弱いしなみたいな。なんで ES 召喚獣は若干やっぱ どうなるんだろうな。もうなんかディスティードローとかにしてアレイスターなんか1枚とか2枚ぐらいにしてなんかやんのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあとりあえずですね、ES 召喚獣はかなり弱体かけたんで、まあでもそうは言ってもプレガトリオはまだいるのでいろんなデッキ、まあ別に ES 召喚獣だけじゃないんでね、プレガトリオが飛んでくるデッキは、なので大先生が飛んでくるデッキだったら、まあまだ生きているんでプルガトリオスーパーワンキルみたいなのはなくならないとは思います。そしてリミット解除ですね、リミット解除、ライデン流サンダードラゴンの解除、これによってサンダードラゴンはある程度復活するかなと、まあ、一応リミット2なんですけども、まあ黄金室2枚詰めたりとか、まあ援軍2枚詰めたりとか、まあいろいろあるので、まあ、2枚詰めるっていうか、まあ、3枚だったんで2枚になるのはちょっと若干痛いけど、まあこれ2枚詰めたりするんで、まあちょっと構築によってはもしかしたらサンダードラゴンはちょっと復活してこれるかなと。まあレビオニアっていうね最強のサンダードラゴンがいるんで、あれを使えばまあなんとか強いデッキなんじゃねえかなと思います。これ組んでみますわ。でエレメントセイバーマロー、やっとね冤罪がね、冤罪が解けたんですよ彼は冤罪裁判に勝ちまして、こいつリミットにかかった時は、確実に冤罪って言われたんですけども、現環境において許容できる強さであると判断し制限を解除します。まあ別にこいつがそもそもその前の環境でめちゃくちゃ強かったかって言われると別に強くないんですよ。プレが大先生が強いだけなんですよあれ、静電と。なんで別にこいつ悪くないんですけどあんまり、まあ、今回は、まあ、それを加味しての、制限解除と、なりました。以上です。皆さんもどう思ったかぜひコメント欄にどしどしお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。スキル編もぜひ見てね。